2003年1月2日この日はある偉大な人物にとって記念すべき一日だった。会場でひときわ大きな歓声を浴びる男。ご存知、愛すべきヒールの神様、アブドーラザ・ブッチャー。なんとブッチャーさんはこの日67回目の誕生日を迎えたのだ。67歳といえば長嶋茂雄や北島三郎と同級生、それでいて未だリングに上がり続けるとは頭が下がります。この日そんなブッチャーさんにバースデーケーキをプレゼント。ハッピーバースデーブッチャー。ああグーグーあブッチャーあ、わらかもろ。コングラチュレーション。とっても嬉しそうなブッチャーさん。ところが How are you? Seventy? What? What are you doing? Seventy? What are you doing? さすがヒールの神様、コーデラクッチャー。 I'm 43! Butcher 43 years old! そこで我々は若さの秘密を探るため日常生活に密着。午前5時、ブッチャーの一日が始まる。ちなみにブッチャーさんは毎晩パンツ一丁で眠るんだとか。そしてベッドから出るやストレッチを開始。ゴリラの日向ぼっこのように見えるが、これも長年のキャリアが生んだオリジナルストレッチ。そしてあー歌いながら朝のシャワー。午前7時、ホテルを後にする。一体どこへ向かうのか。やってきたのはホテルの近くにある公園。散歩を兼ね、ここであることを行うという。銅像に近づくブッチャー。するといや、これも技の練習なのか。続いて違う銅像の下に移動。ここでも技の練習。敵を想像し空手の型を反復。ここからあの地獄突きが生まれるのだ。恐るべき67歳アブドラザ・ブッチャー。こうして30分間のトレーニングが終了。続いて向かったのはホテル内のレストラン。待ちに待った朝食の時間だ。黙々と何かを食べ続けるブッチャーさん。一体何を口にしているのか覗いてみると、食卓の上には目玉焼きが6個。これを毎朝欠かさず食べているという。続いて運ばれてきたのは牛乳。これも毎日欠かさないメニューの一つ。しかも続々と運ばれてくるじゃない。一体何杯飲むのよブッチャーさん。実はブッチャーさんは毎朝2リットルの牛乳を飲むんですって。恐るべき67歳アブドラザ・ブッチャー。ここでブッチャーさんの朝食メニューを専門家にチェックしてもらうことに。食事の内容を見せていただいたんですけれども、特に卵と牛乳をたくさん取られているということで、それらにはタンパク質が多く含まれているんですけれども、大変アミノ酸のバランスの良い良質のタンパク質なので、レスラーとしてはとてもいい内容だと思います。卵の方の成分なんですけれども、特に卵黄、黄身の方にレシチンという成分が含まれています。これは細胞の働きを良くして、肌の若返り、老化を防止したりという効果が見られます。そして午後6時、自分よりはるかに若い選手を相手にパワー炸裂。観客を沸かす。恐るべき67歳アブドラザ・ブッチャー。午後9時、試合会場から戻ったブッチャーさん。ちょっぴり遅めのディナータイム。そして部屋に帰ったブッチャーさんは一日の疲れをほぐすべくストレッチを開始。さらに体を動かすうちに先ほどの試合を思い出したのか、
次第に激しい動きに、というか怪しい動きに。何やら液体を手にするブッチャーさん、一体これは？実はこれベビーオイル。そう、ブッチャーさんは毎晩お肌のお手入れのためベビーオイルを塗っていた。午後11時就寝。長い長いブッチャーさんの一日が終わった。この夜ブッチャーさんはサタヤンを叩きのめす夢を見たという。ブッチャーの若さには秘密があった。恐るべき67歳アブドラザ・ブッチャー。